今日は、パートで来てくれている、新しいスタッフに、ちょっと話を聞きたいと思います。入ってくれてまだ2週間目の、はい、女子になります。もともとトマトのね、農家さんで鉄火の経験もある方で、みかんの鉄火もとても上手にやってくれています。最初は慣れなくってみかんも上手に落とせなかったんですけど、今はだいぶコツをつかんで上手に落とせるようになりました。うん、ありがとうございます。はい、トマトとやってみて何か違いありますか？トマトはもう下から何個切っていいよとか決まってるんだけど、みかんはやっぱ落とすみかんっていうのが傷だったりちっちゃかったり、うん、日焼けしてたり、いろいろその木によっても違うしっていうのがあるんだけど、うん、もうほんとトマトは基本一緒っていうのがあったので、だいたいざっくりもう これぐらいパッパッパって切っていけば何個ぐらいになるかなっていうのがあったから、うん、そんなにすごい悩むことはなかったんだけど、みかんの方が鉄火に関しては難しいですね。あ、その状態も見なきゃいけないしっていうので、うんね、木がちゃんと緑してれば落とさなくてよかったりとか、うん、木の樹勢が弱かったりすると落とし気味でっていうのがなかなか判断できなくて難しいかなって思います。なるほど。でもそれがやっぱり農業の経験があるので、彼女はすごく上手で、最初からそういう樹勢のこととかね、気にしながらもうその判断もできているので、さすがだなと思って、はい、助かってます。ありがとうございます。木の中に潜るというか、木の入り口を見つけて中に入っていくのが大変だなって思います。うんうん、背が大きいからかがまなきゃいけないし、うん、入り口で木の枝にいっぱいぶつかって傷できちゃうしいっぱい葉っぱと枝がぶつかってきて、うんうん、そこがちょっと苦手だなっていうのと大変だなって思ってます。確かに痛いって言いながら、入り口どことか言いながら、そう傷もねできちゃったりとかするんで、うん、そうだね。そう、はい、悪戦苦闘しながらやってます。ありがとうございます。あとは何だろう、こんなもん出会ったよとか、これ感動したとかありますか？鳥の巣を初めて見ました。ちっちゃいまだヒナがいて、うん、思わず写真撮ったんですけど、うん、初めてでちょっと感動でした。うん、そうだね、本当にたまに出会うけど、まずヒナの状態もすごく珍しいですね。うん、卵の時は結構遭遇するんだけど、あ、そうなんですね。うん、ヒナになってるの私も今でもわーって感動します。なかなか、みかん畑も初めてだったし、みかんの木もこんな近くで見るの初めてだし、っていう感じで、うん、新しいこともいっぱい発見できて、ちょっと楽しみながら仕事してます。ありがとうございます。暑いけどどうですか？暑さが。暑いのは空調服着てなんとかなってるかなっていう感じで。うん、でもトマトの方がね、ハウスでもっと暑かったから暑さには強い彼女です。はい、とても戦力です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた収穫までね、ずっと鉄火続くんですけど、はい、はい、元気で、はい、体調を崩さないようにお互い頑張りましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。